とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備、使ってみたいと思います。この装備、ですね。これ、バブルの弓、ですね。これ、バブルバースターだったら、よかったんだけども、これでもね、十分強いらしいのよ。ということで、どれぐらい強いのか、ちょっと、使って試してみたいと思います。クールダウンショット、バーストボーストリング、アーティファクトチャージのアイテムボーナスです。それでは行きましょう。バブルバースターじゃないので、多段ヒットしないんだよね。多段ヒットしないのが、どれぐらい影響が出るのかちょっとわかりませんけども、行ってみましょう。あ、まあ、バーストボーストリングがついてるから、そこまで気にはならないかな。あ、でも、多分ね、複数人で出てこられた時が、ちょっと、当たりにくいのかな？どうだろう？あ、全然倒せるね。うん。全然、倒していけるな。あ、強いわ。これ強いわ。うん。バブルバースターじゃなくても、全然強いみたいですね。まあ、このまま。ちょっと高速でボスまで行ってみましょう。ただ問題が無限ついてないので、矢がね、不足する可能性っていうのがあるんだよね。うん、矢がもうなくなってしまえば、もうそこで終わっちゃうような装備なので、そうね、これは矢を無限増殖した方がいいかな。ちょっと増殖しますね。これぐらいあればいいでしょう。732本。うんうん。こんぐらいあればいい。よし、ちょっと、一応倒せないのもいるからね。倒せないのもいるけども、まあ、ほとんど倒せるんで、問題なくいけるでしょう。そのままボツにね、直行します。OK。ああ、もう本当にね、バブルバースターのあの多段ヒットがね、かなり重要かなと思ってたんだけども、普通に使うにあたっては、十分です。十分に強い。うん。なんか持ってる人がね、確かコメントをしてくれて、全然強いみたいに言ってくれたんで、これは強い。あんまり変わらない。いや、多分、実際はね、ちょっと変わるんだろうけども、そこまでね、不便なことは、なさそうですね。もう、普通にスーッと、あー、やっべーな。いけますね。よし。あいた、危ねえ、危ねえ、危ねえ。この変更をね、倒していくのがね、ちょっとめんどくさいんですよね。うん。この変更だけが、やっぱり、大問題で。おい、めちゃくちゃ減らない？何？あ、クリティカル持ってるからか。なんか、やたら減るなと思ったら。クリティカルかい。そりゃ減るよね。よし、オッケー。では、ここを、エンダーマンサクッと倒して、次に進みましょう。エンダーマンもね、さっきザコが多い時に倒してしまえば、超楽だもんね。どこいる？いた！ああ！しゃあ！オッケー！倒しきれた。いやー、ほんと超楽勝だよ、これ。楽勝すぎる。普通のバブルの弓でも全然いいわ。よし。OK, 矢は出てないかな。650本。まあまあ足りるでしょう。そのまま、進んでみるね。多分、これぐらいあれば、まあ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 、いけるかな、ボスまで。で、ボスも、雑魚敵と合わせて倒せば、ワンパンはできないかな。どうだろう。なんか、途中で、ダメージが無敵のところで止まりそうな気がするんですけども、ワンパンで倒せれば嬉しいかな。キャプテンがいないね。うん、
うん、できればキャプテンも倒しながら行きたいなと思ってるんですけども、キャプテンがどうもいなさそうだね。ちょっと残念。運が良ければね、3体ぐらいキャプテンいてくれるんだけども、どうも今回はいないかな。どうでしょう。まあまあ一応最後までね調べながらは行こうと思うんですけども、この先も多分ねいて2体なんだよね。オッケーオッケー。まあまあとりあえずここを乗り切りましょう。ではボス行きますね。とにかく雑魚とまとめてダメージを与えていく。あ、やっぱワンパンはできないんだな。ワンパンはできませんけども、全然余裕、むちゃくちゃ余裕でいけるね。いや、クリティカルが痛い。あとクリティカルが痛すぎるぞ。あ、いった。あぶねあぶねあぶね。死ぬとこ死ぬとこ。オッケー。マイダーマイトと一緒に片付けていきましょう。おい、鏡ね。はい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 。あと多分バブルダメージ2回ぐらいで倒せるんじゃないですかね。うん、3分の1ダメージを与えれるみたいなので、あと2発かな。 OK。 いこう。回復したぞ。回復しちゃった。ちょっと遅かったか俺の攻撃が。やりにくいな。これはもうボス戦は普通に近接で行ったがいいっすね。うん、近接の方が戦いやすい。どうしてもねあれ吸収して回復しちゃうのでやりにくいな。でもいや、今日はバブルを使っていくっていうことなんで、バブルで倒しましょう。ちょっとかかるかもしれないけど、出して出してきて。 OK。 おお、なかなかいいダメージ。あと一発吸収されないようにちょっと注意しようで、エンダーマイトがクリティカル持ってるやつが出てくるんで、そいつの攻撃は受けないようにしよう。これある程度の、あ、これぐらい残しとこうか。これぐらい残していきましょう。よっしゃー。はい、ということで今日はこれバブルの弓使ってみました。バブルバースターの方がもちろん強いと思うんだけども、全然これでも十分なぐらい強かった。バブルの弓、クールダウンショット、バーストボーストリング、アーティファクトチャージだね。アイテムボーナスもついてます。うん、なかなか素晴らしい装備出ました。もうバブルバースターの厳選はしなくていいかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。